アンダースリータッチね、アンダースリータッチ、ディフェンダーの間、ディフェンスのギャップってところを2本通せば貯金できるっていうルールです。常に狙い持ちながらやる、狙い持ちながら、その狙いをどこに持ってく、はい、あ、目的はこれどうしたいの、間通したいんだよね。常にその狙いを持ちながらプレーしてください。自分がボールを受けた時に、狙えるかどうかっていう意識を持ちながら、ね、でもそれがダメな時はしっかりボールを失わないように動かすっていう。守備の人はもっとボール奪いに行ってください、ね、ずっとずっと回されてないように、ね、その中で攻撃の人は、ギャップができた時に間を狙うこと。常にギャップの狙い持ちながら、まだあるよ、あ、割れてるよ、割れてる、惜しい、隙を逃さない、動かす、狙えなかったら動かす、ボールを持って考えない、ナイス。じゃあボールつけました、その時に秀樹だけ言って、一人食いついたらこれここにギャップができるよね、このチャンスを逃さない。そのためには例えばここにこのポジションにいない方がいいかもしれない。もっと距離縮めて、例えば、はい、近く寄って落として、ギャップを狙った方がいいかもしれないし、その状況に合わせて、チャンスができた時にしっかりそれをものにできるように。ナイス、ナイス、お、ナイス。必ず中央には一人バイタルを狙う選手、ポケットを狙う選手を置いて、外のエリアを3人で回しながら、 な真ん中の選手にどれだけボール配球できるかっていうところと、ボール失わないところな、しっかり作ってやっていこう。サポート、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 サポート。これ一歩近寄ることでここ3対1だったり3対2になるからな。守備がこうやって2対2できる、2対2捕まえに来た時にはこれ一歩寄ることで2対1になったりな、こう関わることによってこの場面でも狭い中でも3対2作れるからな。で相手が来るんだったら、来るんだったらこのタイミングで出せばポジション優位な、展開できるな、展開できる。敵の位置をしっかり見てな、受け手がな、そうするとサポートの人数のかけ方変わってくるからな。見ながらな、来てないんだったら何できる、さあ、これ一番何狙いって言った、このポケットな、流明のところのポケットを狙うんだけど、これ手でやってみる、一回手でやってみる、そう、これ離れてみて、一回離れてみて、これ寄って離れる、そう、このタイミングを作んないと、この一歩のところな、この一歩がこの選手が前向けるかバイタル取れるかっていういつのタイミングになるからな、ここを見逃さない、今のでもタイミングな、この 0.5 秒一歩っていうのがな、この選手の時間の貯金作るかな、これを意識しながらやることな。だから出しては、じゃあもっと言うと、いつ出すタイミング、いつでも出せる状態っていうのがな、多ければ多いほどこのタイミングが取りやすくなるから、ここを意識しながら、オッケー、はい、行こう、龍、今、そう、グッチ、よく選んだ、そう、状態見つけて、そういうこと、グッチ。今度はもうこの間、コーンゴールね、これここ通せばオッケー、守備からね、いい、必ずこのボールに対して1枚いくってこと、これはゲーム中も一緒ね、ファーストが決まらなきゃダメってこと、でチャレンジとカバーの関係になってくるから、これがいい、ここはしっかりやること。次にじゃあ攻撃、いい、まずはサポート、
いい？これもはい、まず見ること、先に。いい？俺はコーンを狙うことによって、これは2人は絞る。だからケント、はい、今どこに行けそう？お、ナイスポジション。そうすることによって、そう、ナイスポジションね。はい、よく見て、そうそうそう、今ナイス。いい？じゃあはい、これがはい、シュート、はい、来て、こうなったらケントは、そうそう、いい、必ずこのサポートを早く、この状況をしっかり見ること。はい、これが下がれば、そうそう、ナイス。で、ちょっと詰まっちゃった、はい、パワーが受けるなら早くサポートに入ったり、必ずこの三角形は絶対、はい、そう、ナイス。よく見て、はい、もっと移動中に見て、そう、おい、惜しい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 、はい、このファーストタッチがいつもウォーミングアップが言ってる両方蹴れるところ、いい、その準備をすれば、例えばシュートがパワーかけても来たら、そう、ナイス、ワンタッチができる。いい、だからいつもいいところに音を置くこと、そうそうそう、そしてナイス、はい、ゼロからスタート、ゼロから、はい、ゼロから、はい、そう、ナイス、ワンタッチ、よく見てよ、いやー、ナイスプレー、どっち、ナイス、はい、どっち、いや、まだあるよ、ゼロになった、これで、はい、ワンタッチ、そうそう、